こんにちは。今日なんですけども、今日は旦那さんがお休みで、昨日からイタリアン作ってくれるって言ってたんだけどそしたらお買い物行かなきゃいけないねって言ってて、そしたら雨降ってきて、もうやる気がなくしたんですって。ってことで結局私が作らなきゃいけなくなったんだけど、フードパンダっていうアプリがあって、その中にコールドストレッチとかローカルのスーパーがデリバリーできるのね。まあそれが注文したら、まあ、30分ぐらいで一応来るんだけど、まあ、そこにあるのもさ、材料は限られてるんだけど、まあ、そこで買えるものとうちにあるもので今日は夕飯をしていこうかなというふうに思っています。今日全然私料理する気ないんですけど、昨日からもう今日はしなくていいやと思って、全然やる気がないので、レディートゥーイートできたもののところでできたものも買いました。なのでちょっと購入品見せますね。これなんだ、これあなたのアイスです。旦那さんのアイス、洗ってすぐ使えるサラダ菜と、でこれはカキの冷凍したカキがあるから、それをリゾットにしようと思って、それに使おうと思って、本当レシピはクレソンだったんだけど、クレソンがなかったからイタリアンパセリで代用しようと思って、あとはチキン、なんかこう丸ごとのチキン、ロティサリーチキンみたいなやつ、コストコにある丸ごとのチキンあるじゃないか、それもシンガポールでこう売ってて、これをサラダと一緒にちょっと食べたらいいかなと思って、あと白ワインもリゾートに使おうと思って買って、あとは私のハイボール用のウイスキー。ということで、これでやっていこうと思う。うちの旦那さんなんかね、イタリアンは料理できるらしい。一回も作ってもらったことないけどね。本当に作れんのみたいな感じで、すごい言ってたら、作ってみせようみたいな感じで思ったのか、できるんだぞっていうのを見せたかったみたい。だけど今日はやる気なくしたからみたいな。いいよね、やる気なくして夕飯作んなくていいから。私は作んなきゃいけないじゃん、やる気なくてもな。これ玉ねぎいらんの？リゾット作ったことある？あるよこれ作ってや。これは何？マカロン？私リゾットなんか作ったことないもん。リゾットベースで何を？何？ご飯とオリーブオイルと水ちゃって入れるだけよ。ご飯なんか書いてへんねこれ。米よ米。あ、111ページに。いや、面白いなこれ。まあ、落合さんの悪口言うな。玉ねぎとオリーブオイル。米1キロも使うの？これでなくなんじゃない方がいいよ。じゃあ何か思いました。落合さんの料理教室に行ったら、行ってたの、うん、あ、これ米1カップジャック、あ、これ分かりやすいよこっちの、うん、玉ねぎのみじん切り大さじ1、ちょっとしか使えへんな。これ作ってよ。作ってやん、疲れちゃった。してんよ私朝から洗濯して掃除して、これ入れるだけよ。ほんま？ポイポイって目やってやまあ材料切っとくわ。じゃあ先生よろしく。お疲れ様です。乾杯。なあ飲んでる。作る？ビールある。ビールな、冷やしたらあるけど、冷やしとく？まだ食べないな。まだ食べないんですか？食べる。食べながら作りながら食べる？ね。サラダ。じゃらーん。サラダ美味しそうにできた。と、チキン。ロティサリーチキン。これは昨日のミートソース。昨日のミートソースをドリア風にしようと思って。
だってリゾット1号だって絶対うちじゃ足らないでしょ。オリーブオイル買ったりさ。え？フーバーズバーチリー鍋。え？鍋とフライパンがいります。鍋？うん、何鍋がいい？だって牡蠣煮込まない。え？牡蠣煮込むの？うん、これでいい？いいね、いいね、いいね。キモ。白ワイン。白ワインの計量カップがないのか、うちには。何度？50ミリ。50ミリ？自分ならばいいや。蓋ある？この鍋の。何？蓋ある？この鍋。これ？これある？バターよ。うん、バター小さじ2やった。うん、つける？うん、バターも入れていいぜ。なんで？まだバター溶けてへんで。いいの？いいの？牡蠣一回取り出すって書いてたよ。火が通る。まだグツグツいった。うん、お腹出てんで。玉ねぎある？あるよ。もうこういうとこずいてんの？まだいいね。終わり？うん、足では止まらへんやろ。うっそー、プリプリ書く。 YouTube 的にもやってない？たまにこういうの。ボンベラないの？ボンベラがいい？これじゃない？あ、いいな。玉ねぎの炒めた中身を加える。パルメザンチーズ大さじ2。大さじ2いけそう。もうええじゃん。うるさいな、出る。アシスタントの動きが最高やな。うるさいアシスタント。おしゃべりクッキング。ブラックペッパーとかいらんの？あるんじゃない、ブラックペッパー。かける？うん。
じゃあ、いただきまーす。ありがとう。はい。おいしい。牡蠣より、このお米がめっちゃおいしくできる。この家で人に作ってもらうっていうシチュエーションも込み、めっちゃおいしい。レシピ本通りに作ればおいしいね、料理。みんななんかアレンジを加えるから。私とかさ、時代的にさ、栗原はるみさんとかさ、平野レミさんとかさ、カリスマシェフのレシピがめっちゃ流行った時に主婦デビューしてるから、時短みたいなめっちゃ料理が多いからさ、こういうさ、なんか凝ったものを絶対作るんだよ。凝ってないもん、基本に充実じゃん。時間かかるじゃん、リゾートなんか家庭料理じゃないじゃん。分かるって言って別に20分ぐらいじゃん。もう主婦は全然分かってない。今見てる主婦全員を得意回してふざけんな。うん、うまい。おいしい。